庄原市。ここで刀鍛冶になるために日々修行に励むのは、スイスから移住したジョハン・ロイトビラーさん。ここはまあそろそろ、5年になるんで。ジョハンさんは母国スイスで兄の鉄工所を手伝いながら居合道など日本の文化に出会いました。刀鍛冶に憧れ2017年に来日、2019年からここ庄原の刀鍛冶道場へ弟子入りを果たしました。そうですね、スイスにいた時に日本刀を見たことがあって、なんかこう、まあ、鉄の美しさというか、鉄をそこまで自由自在に加工できる刀匠っていう職人にすごく憧れてて、まあ、そこからそれが原動力になってずっといろいろ日本語を取得して頑張ってきました。日本刀職人になるためには文化庁が定めた5年の修行期間が必要とされ、日本刀作成に必要な技術、鍛錬、鍛造、焼き入れ、研ぎなどの工程を学びます。真ん中はちょっと、現在ジョハンさんは焼き入れの技術を高めています。部屋を暗くし、赤く変化する刀身の色を目で確認しながら火力を調整していきます。加熱しすぎると刀が焼き割れをしたり刃がもろくなるため、神経を使う重要な作業です。鉄って、加熱して加工するわけだから、いちいち例えば測ったりしてすると鉄が冷えてしまって仕事ができないんですよ、はかどらないですよね。例えば道具にこだわって測るよりも自分の感覚を研ぎ澄まして測らなくていいように、目で見てパッと見て、あ、いいのか良くないのかっていう判断力を身につけて、仕事をできるようにならないといけない。彼を指導するのは刀匠久保義弘さん。こことも絶対止まらないようにしておかないと、この位置で、だからこれぐらいでの位置がここない。ええ。そしてこの焼き入れ以外の技術は順調にマスターしていったので、あと 2,3 ヶ月でしっかり焼き入れさえ学べば、ちゃんとした刀ができるようになると思います。久保さんは伝統的な技術を継承しながら、まだ謎が多いとされる玉鋼や日本刀の製作技術など理論的、学術的な面からも探求する数少ない刀匠です。師匠久保義弘刀匠による作品、令和の名刀名工展で最高位の大賞を受けました。大きく分けて5つあると言われる日本刀の流派の中でも、華やかな作風が特徴と言われる備前殿の作品です。湯気が立ち上るような丁子と呼ばれる刃文と、影のように現れる映りが
備前殿の見どころと言われています。ジョハンさんもこの備前殿に強く惹かれています。備前の魅力的なところ、山脈が、ね、連なっているような、そこ岡山長船とかに行くと、山を見たらね、見渡したらもう完全にもうそのままですよっていうふうに僕は感じてます。みんなね、それぞれ解釈が違うかもしれませんが、僕はそれ山を見たら、初めてそこに行って山を見て、あ、なるほど景色をね、そのまま映したような波紋っていうのが僕にはすごく響いて、授業期間5年を経過しないと文化庁から作陶許可が下りないため、完成した状態のジョハンさんの作品はまだ存在しません。5年の修行が終わる今年の春、ジョハンさんは三原市で独立する予定です。晴れて刀鍛冶となり、そこで初めて研ぎ上げた形の自身の作品が完成します。楽しみです。楽しみながら、まあ緊張もしますし、ストレスもあるんで、どうなるかね、研いでから出ないとどんな刀になるかっていうのはまだはっきりとわからないので、もし出来栄え的に課題が残るとことかよくないですね。課題だらけですね、まあ、温度管理が良くなかったので、ここ低くて、ここ焼きが高くてまた低くなって、ここもね、よくないですね。独立後、ジョハンさんは日本への帰化を予定しています。しかし刀鍛冶として活動を続けるためには、制作する刀一本一本の美術的価値を高めていかなければ、食べていくことが難しいとされる厳しい世界が待っています。まあ、永住するっていう言ってきたので、まあ、日本人として育てました、はい。まあ、うまくなってくれればいいですけどね、まあ、これからが一番難しいんで、資格取って自分の刀を作るまでが一番大変なんで、まあ、しっかり頑張ってほしいと思います。ジョハンさんの夢を聞いてみました。まあ、自分なりの、ね、パッと見てこれジョハンの刀だって言ってもらえるような刀を作りたいですね。イメージは頭の中にあるんですけど、まあ、それが再現できるかどうか、実現できるかどうかっていうのがまだ、まあ、これからの課題なんで